はい、先日、ローソンに来ましたら、アサヒ飲料さんのですね美味しい水、天然水、サユっていうのは売ってましてです、ね、でああ、そういえばなかったなと思ってびっくりしたんですけど、ミネラルウォーターっていうのは、ですねもう皆さん当たり前のように、ですね今買う時代になりましたが、そもそもこのドリンクっていうものに水が出てくるっていうのも、昔は衝撃を受けましたよね。 昔、飲み物といえばですね、なんか、ジュースみたいな感じで、甘いものとかしかなかったのが、まあ、それが、ウーロン茶っていうのが出てきて、まあ、その砂糖が入ってないからね、体にいいよっていうようになったら、今度は緑茶っていうのが出てきて、で、多いお茶ですね、が出てきて、で、そしたら、今度はですね、あの、スポーツ飲料とかね、アクエリアスみたいなのが出てきたりとかして、で、最後は水だったわけですよ。で、今度はそれのホットシリーズということで、 まあ、ホットの、まあ、いわゆる観光ー,ーですとか、まあ、そういう、えー、ウーロン茶ですとかっていうのはあったんだけど、そうやってみれば、水のホットはなかったなと。で、よく、最近だと、あの、常温っていうのがあって、その、水とかも冷やしてないやつっていうのが売ってたりね、お茶も冷やしてないのが売ってたりしましたけど、そういえば温まってるやつはなかったんですよね。ということで、名前もサユっていう名前がね、ちょっとびっくりしましたけど、果たして、他の、 ミネラルウォーター作ってる会社が出してくるのかってことがですね、注目かなって気がしてるんだけど、で、逆に言えば、なんで今までなかったのか、技術的に難しかったのか、ちょっとその辺がね、知りたいなと思ったりもしましたが、ちなみにこのし白い湯って書いて、砂湯っていうふうに読むわけなんですが、別の読み方すると、パイタンというふうに読めますね。いわゆるパイタンラーメンみたいな時に使う、もうこれなんで、 だから、パイタンラーメンに使っているようなスープみたいなものね、いわゆる白く濁ったあのスープのことを言いますけど、なんかこういうですね、えー、ものもね、もしかしたら、えー、すでにす正規の下あるかもしれませんが、ちょっとややこしいですよね。ということで、えー、今日はですね、あったかい水、左右が出たということで、ちょっと冒頭で紹介したんですが、